自分で言うのはなんですけれども、いい曲ですから応援をぜひぜひしていただければと思います。今日はそのカンナ好きキャンペーンということで、10月になると私自身もこの作品のことをいつも以上に大切に振り返ることができます。本日、鈴木楽器さんに即売会を行わせていただきますけれども、そちらどの商品でもシングル曲でもアルバムでも、結構です。応援をいただいたお客様にはですね、特製のメモ帳をプレゼントさせていただきます。今スタッフさんが、前にも掲げていただいておりますけれども、こちらはその神奈月の頃に喜びの日にを発売した当初に作らせていただきましたノベルティというものでして、買うことも売ることも売ってることもしてないんですけれども、なのでなかなか、今になって手に入れていただくことは非常に稀なことかなと思いますので、よかったらこのメモ帳、使っていただいて、また皆さんにもこの作品を可愛がっていただければ嬉しいなと思います。ぜひ1枚1本皆さんの応援をよろしくお願い申し上げます。